人生は舞台、逆もまたしかり。自分は役者か観客か、時に見失う。解明者よ、教えたまえ。すべての運命を書き記すもの。慌ただしいな。それどこから盗んだんだ。でたらめ言うなよ。この光るものは偶然拾ったんだ。へえ、見せろよ。昨日姫様がなくしたやつにそっくりだな。え？でも偶然見つけたんだぞ。まさか誰かの策略か。お前を落とし入れようとしてか。ひょっとして、はあ、またセリフが飛んじゃった。しっかりしろよ。大して多くないだろ。脚本か、次のセリフは。ひょっとしてお前にそれを盗まれた賊だ。横暴な感じでな。ひょっとしてお前にそれを盗まれた賊。うん、覚えた。もう一回だ。よし、じゃあ最初からやるぞ。解明者よ、見つけたか。すべての運命を書き記す者。世に生まれし者はいずれ重荷や責務を背負う。解明者よ、教えたまえ。ここで責任を負うべし者を。天気晴朗、休憩にはもってこいの日だ。ふぅ、ずっと見張りしてたら足が棒になっちゃった。あ、そこの人、ちょっと代わりに見張っててくれない？え？ああ、なんかかわいそうだし、代わってやるよ。君、僕に見張りを押し付けといて、自分はここで休憩。もともと今日の当番は俺じゃない。そんなわけないだろう。僕が来た時見張ってたじゃないか。俺もたまたま通りかかって代わってくれって頼まれたんだよ。そしたら見張りのそいつはパラソルの下へ休みに行った。パラソルの下？解明者よ、見つけたか。責任を負うべし者を。腐敗物をついばむカラスも時に魔が差し、己に属さぬ者を欲張って食う。解明者よ、教えたまえ。鈍色に支配されし者を。しでかしたな、お前たち。ここにあったのは姫様のためのケーキだぞ。業務上横領罪だ。長官、私は甘いものに目がありませんから、疑われても仕方ありません。俺なら正々堂々と奪ってくから盗みなんかしないぜ。もし僕が盗み食いするならクリームしか食べないよ。昨日は当番じゃないので盗んでません。長官、ご存知の通り、もし私なら棚の方を食べてましたよ。呆れた物言いだな。どいつもこいつも弁の立つ。解明者よ、見つけたか。鈍色に支配されし者を。人は立場によって心を変えるが、時には風向きに応じて舵を取るのも一種の知恵。解明者よ、教えたまえ。真に騙されし者を。おい、交換するブーツを持ってきたか。ああ、あんたは持ってきてくれたのか。うん、ほら、こいつに見せてやれ。
1、2、3。確かに光るものが10個。気をつけろ、みんな偽物だ。この光るもの、思ったより光が弱いな。物を手にしながら渡すのを渋るまいな。取り決めは守れよ。渡すだって、あんた信用できないと見抜いてたさ。もうできてないね。いや、物は持ってきたよ。俺が持ってる。どういうことだ、まさかあんた彼らのものか。すまないね、物を持ってくるのには苦労したよ。さあ、物を持っていけ。では大矢分、物をどうぞ。な、何、お前ら彼らのものじゃなかったのか。俺と戦おうなんざ100年早い。あんたを誘い出すため一芝居打った甲斐があったぜ。解明者よ、見つけたか。真に騙されし者、他人を欺く者は得てして他人に騙される。解明者よ、教えたまえ。最後に宝を手に入れし者を。バレないようにちゃんと埋めろよ。あまり深く埋めると見失うよ。兄貴、あれで本当にみんなをごまかせるの？へっ、本物を埋めてしまえば偽物だとは誰も気づくまい。ほら早く偽の光るものを陳列しろ。光るものが出てきたんだ。本物か？まさか。でも本物に似てるな。あの本物とすり替えられるんじゃないか。いらっしゃい。今日の商品はレアものですよ。後ほど競りにかけますから、ぜひ覗いてください。お宝は誰の手に？よし、すり替えた。ずらかれ。君たち何してる？その光るものは何だ？やべ、バレた。しょうがねえ、物を捨てて逃げろ。これは本物のキラキラするものじゃないか。俗に偽物にすり替えられるところでしたよ。白昼堂々盗っ人とは恐ろしい。早く陳列台のと取り替えてくれ。商品を陳列してこれでよし。だがこっちはどう処理すれば？へっ、おもちゃにでもすればいい。解明者よ、見つけたか。最後に宝を手に入れし者を。仕事においては休息も大事だが、怠けてばかりはいられない。
解明者よ、教えたまえ。武将で怠惰なものを。ん？この中にサボり続けた者がいる。確かに仕事がなかなか進まない。海辺へ行った人はいる？そういえば赤いマフラーのカラスが海辺の方へ行くのを見た。あ、そんな姿なのは俺たち二人だけだ。俺がサボったとでも言うのか？そうは言ってない。まあまあ、それを話し合おう。ちなみに姫様に誓うが私じゃないぞ。だったら一体誰が？こいつは誰も見ていないのに俺を陥れようとしてるんだ。ふん、俺は嘘をつかない。解明者よ、見つけたか、怠惰な武将者を。剣女盤石。チョック、律令、呪言。霧を払った。構えた。やっと。ぜい。財を得る方法あり。律令、ジョック、律令。油断したか。天理チョーク。有限なる雷霆。チョック、や、呪言。早くわらわにも見せてくれぬか。